伊藤幸は日本のプロアングラー。デザイナーとしても有名で、ジャパングッドデザインアワードの多数受賞をはじめ、デザインアワードのオスカー賞とも言われるドイツハノーバーを本拠地とする世界で最も歴史と権威あるイフデザインアワードを受賞。フィッシングとアウトドアのブランド、メガバスグループ創業者。一般社団法人日本釣り用品工業会の理事を務めた。 米国カリフォルニア州メガバスオブアメリカインクの初代 CEO を経て2015年グループ本社 CEO として全事業統括に復帰。ブランディングストラテジストとして代表取締役を兼務している。プロアングラーとして TV や雑誌、DVD 等の活動に加えてクリエイターとしての評価も高い。釣り師、デザイナー、エンジニア、ボートドライバー。 アーティスト、アウトドアプレイヤー、経営者など、様々な顔で国内外のメディアに取り上げられている、稽古な存在。演習神話ざお工房、一風ざの竿師としても時折活動し、日本の伝統的な在来種などの釣りを、独自の切り口で紹介するなど、釣りしも多様。2013年、静岡県浜松市より、浜松市神前大使、やらまいか大使に移植される。 音楽作曲、親子釣り教室、環境保全事業、日本在来種の放流事業等も参画する異色のカリスマ釣り師。2018年、浜松市産業部、シティプロモーション化ビーチマリンスポーツ推進協議会。浜松市出身。幼少期は、演習灘を望む浜名湖、弁天島の釣り宿に育つ。漁師長の家業ということもあり、幼い頃から、 漁師や釣り師たちから漁獲の英才教育を受けて育った。小学生の時にルアーフィッシングと出会い、カツオ、マダカ、バス、マス、ナマズ、ライギョーなどを釣っていた。当時は外国製ルアーが高価だったことからルアーを自作して釣る少年だった。ロットの自作やリールのチューニングもするなど、この頃からすでに現在のメガバスファクトリーの原型となる釣り工房の様を呈していた。 作詞作曲、バンドなどの音楽活動もしており、単身上京をし、当初一部上場企業の研究開発部門に勤務しながら音楽活動とルアービルディングを行っていたが、音楽活動と釣りに専念するため退社。その後バンドが解散したため、一時的に家業の釣りで生計を立てていくことを考え、釣りざ製作に取り掛かることになった。 1986年、東京品川区大井町にメガバスワークスを設立し、ルアーロットのアームズの製作を行う。1987年には V フラット、Z クランクなどのルアー製作をはじめ、関東の様々なフィールドで釣りをし、実際に超過を見せながら、現地で販売する営業活動を行っていた。その後、浜松に拠点を移し、チューブ、 関西エリアに進出。演習などの釣り漁船船長や、琵琶湖北湖の釣りガイド等を行いながら、ルアーを制作。工房の1階では、直販もしていた。一部の釣り人たちからは絶大な指示を得ていたが、自身が気に入った釣り人からのオーダーしか受けないなど、生活は厳しかった。1989年に有限会社。 1990年に株式会社へと組織改編し、1992年に鉄鋼団地の工場へと移転する。他メーカーのルアーデザイン、テスト、OEM の依頼も受け負う経営形態となった。伊藤の思いと同調するアングラーやメーカーの製品だけを受け負うという徹底したこだわりぶりだった。この時期、他社ブランドからも数々の名作を生み出しているが、 鉄屋の生産業務、数社に及ぶフィールドテストをしながら、営業活動もするなど、過酷な生活を送る。増加する管理業務や釣り業界の保守的な風習にも、慣れないなど、精神的、肉体的にも苦しい時期が続いた。一方で、漁獲量にこだわった独特な漁師スタイルの、フィッシングテクニックが、各メディアから注目され、アングラーとしての出演オファーが増加。 その後は遺伝性の病気で手が動かなくなったが、再起をかけてリハビリ中に作ったディープ x 2 0 0ライブ、x ラバイオさんなどがヒットし、メガバスのブームが起こることになった。90年代はアメリカでの活動も本格化し、1996年、日本とマサチューセッツ州のメガバス USA を拠点に開発してきたロッドや数々のルアーを発表。 ルアフィッシングムーブメントの牽引役として注目を浴びることになった。ベースワールド市連載企画、同戦者には絶対負けなどでは、米国のトーナメントプロやプロガイドと現地で釣り対決を展開、12戦11勝1引き分け、西海岸、東海岸をはじめ、様々な州を案券。現地ではトーナメントプロたちのサポートも行っている。レッドマン、 セントラルプロ、AM、ダニー・コレアのほか、後に BA、SS のトッププロとなったアーロン・マーテンスも、米滞在時代に、伊藤がサポートしていた西海岸出身のアングラーで、伊藤の釣りに影響を受けた一人。2016年、メガペースオブ・アメリカ・インクに所属するエドウィン・エバースが、バスマスター・クラシックを、ITO エンジニアリング製のフラップスラップなどを、使用して優勝。 ワールドチャンピオンに輝く。メガペースとしてはチームメイトであるルーク・クロー戦ンに次ぐ2度目のクラシック制覇を果たす。伊藤とコラボレーションしたボートなどが空前のヒットとなった。ボートドライバーとしての評価も高く、スキーターボートと契約していた時期もあったが、演習など出身の高いドライビングスキルと荒れたラフウォーターに立ち向かう強いメンタリティが注目を浴び、 ギャンブラーボート社のジャパンディストリビューターからオファーを受けて、ギャンブラーボートパイロットとして契約。琵琶湖北ッを中心に活躍した。X、バイツステージ1、ステージ2に衝撃を受けたファンは多い。CG 別撮ベーシングボートグラフィックに、伊藤の走行インプレッションが取材掲載されている。他、様々な媒体で操船が紹介されており、 スピードガン測定による最速企画では伊藤のドライビングによるギャンブラーボートとセッティングがそれまでの最速記録を破って新記録を樹立。ヤマハブイ・マックスエンジンのプロモーターとして活躍した。一方で一般のアングラーによるスピードボートの安全性について有料するコメントもしていた伊藤はその後のメディア活動では機質リア小型エンジン 電動のエレクトリックモーターの釣りを中心に紹介している。ロッドリール氏が企画したビデオ作品、岸釣りリバーバス最強攻略をはじめ、全国のリザーバーや小規模フィールドにおける超高作品にも出演。現在では大規模フィールドや海外ロケ等に限り、バスボートによる取材が限定的に行われている。ヤマハ発動機との取り組みでは UF25 や srv などソルトウォーターボートのドライバーとして、海でも活躍しヤマハボートカレンダーの撮影にも関与ヤマハマリーナで開催された海のルアーフィッシング教室の講師も務めた船舶のほか IT o エンジニアリングではカーボンファイバーを使ったレーシングパーツも開発サーキットでの活動を通じてフィッシング事業や他事業にフィードバックしている2010年 船舶や車等のアグレッシブな活動とセンスについてトヨタ、TRD が注目し、トヨタ FJ クルーザーの国内導入時、カスタマイジングとメディアプロモーションを伊藤に依頼、スペシャルバージョンの FJ クルーザーをプロデュースしている。メディア、イベント、ディーラーで紹介され、2012年国際フィッシングショーにも展示された。近年のプロアンラーとしての活動では、 雑誌、TV、DVD、動画配信など様々なメディアに出演。騎種物心をザウの名とし、超歌市場主義的な露出が多いが、近年では釣りの旅から感じ入った心情やメッセージを込めた、序章的な出演作品も見られる。独特な歌唱法と、数奇的な音階構成が、特徴的な音楽スタイルに注目するファンも多い。伊藤の楽曲。 アイロスト・ザ・ワイルズは国際的に有名なフランスのドキュメンタリー映画監督で冒険家のジェローム・デラフォスが絶賛しており、この曲を知ってファンとなったジェロームは来日し、浜名湖弁天島を撮影地に伊藤を取材撮影。フランスで放映するなど各分野のアーティスト、俳優からも様々な媒体で紹介されている。写真家の山岸慎の古典でも 伊藤が紹介されている。村田はじめ主演、パフォーマンスバッシングをはじめ、様々な DVD、アウトドア関連の TV などでも、伊藤の楽曲が採用されており、代表作として、メガコンプレックスのオープニングテーマソングや、アイプック、オールジャパンプレイヤーズカップなどで、シャドウ、X バイツのエンディングソング、リバー等が挙げられる。2009年、東京海洋大学で講演。 講師を務めている。大学講座としては稀に見る多数の受講者数を集めている。2009年、イタリア・ミラノで開催された世界デザイン博覧会、ミラノ・サローネでは、トリエンナーレ博物館に、伊藤幸デザインのロット、アームズ・トルアー、X ポットが、世界で初めて、バスフィッシングの道具として展示された。2010年、アメリカン・ルアーブランドのヘドン、アーベガスト、 コットンコーデル、レベルの日本国内向けに限定した製造とカラーデザイニングなどを浜松市のメガバス本社ファクトリーで手掛けるなど内外の様々なメーカーのデザイン、開発、製造支援を担っている。2011年、浜松市製100周年の浜松市 PR ブック浜流特集イケメンスペシャリストに迫る。2、元レーサーで タイラレーシング代表の平忠彦らとと共に、浜松市を代表するスペシャリストとして掲載されている。2012年、米国フロリダ州オーランドにて開催された愛、キャストショーでは、米国最大のプロトーナメント団体 BA、SS や、欧州のアウトドア用品ディーラー氏、タックルリテラー氏等からの現地インタビュー取材に応じている。その内容が同紙に掲載されている。 アイキャストでは他に現地ウェーブメディアなど多数の媒体で紹介されている。世界の釣り具デザインに多大な影響を及ぼしているクリエイターとしての活動や作品は各国から注目されており、アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ドイツ、ロシア、中国、韓国、シンガポール、オーストラリア、南米等でも紹介されている。伊藤がデザインした作品は、 公益財団法人日本デザイン振興会、ジャパングッドデザインアワードにおいて、通算49作品、167品目にも、及ぶ、アワード受賞をしている。2018年、世界で、最も歴史と、権威ある、デザインアワードのオスカー賞とも称される、ドイツ派のオーバーを本拠地とする IF、国際インダストリーフォーラム、デザインアワード2018。 ミュンヘン BMW ミュージアムで受賞式開催では、イフアワード受賞作品のイタリア・フェラーリ、SPA による J50、ドイツ・ BMW 車両、アメリカ・アップル社の iPhone8、10シリーズと並び、世界で初めて、ロット、ルアーによるエントリーを日本から果たし、エントリー作品のすべてが受賞するという快挙を遂げた。受賞作品は三作品に及び、クライアント企業のメガバス日本、 本社もイフ、デザインアワードウィナー2018を受賞している。釣り業界では、赤年のライバルとされた、プロアングラー、今江勝隆との共演が、ロットリール市場で実現。互いに異なる流派を率いた、カリスマアングラーとして、業界では、両友の共演は、不可能と認識されてきたこともあり、奇跡の共演として、話題となった。対談では、伊藤の、 自分の体を張って戦ってきたに対し、今江も、その孤独な戦いには本当に心が響いたんやと、リスペクトしている。業界タブーと言われた世紀の顔合わせは、両友が互いに敬愛する場面が見られ、多くの釣りファンの感動を及んだ。やがて、二人の思いを込めたプロダクト、アイアイへと発展し、今江が理想とするシャドウを伊藤がデザインすることになった。 伊藤の現場の最前線で、プレイヤーとして活動するスタイルは、様々な分野で貫かれており、これまでにも、音楽制作、楽曲提供、ロシアでは、書家としての出展、公演、デザインアワードコンペティション、アウトドアメディアでの活動をはじめ、カルチャー系雑誌、ブルータス、ベネッセ、犬の気持ち等にも出演。プロアングラーやデザイナーの枠を超えた、多様なジャンルで活動できる、 稀な存在と言える。これまでにも、ルーメノックス、シムズ・レインギア、マンハッタン・ポーテージ、ボン・ジッパー、ブラック・フライ・アイウェア、ダホン、ステューシー、トヨタ、TRD などのコラボプロモーションをはじめ、ボーダーレスな活動を行っている。スポーツドッグ分野では、ディスクドッグプレイヤーとして知られており、ディスクスローの距離、正確性、犬のキャッチング技術等を競う、ディスタンス。 アキュラシー競技の最高峰カテゴリー、スーパークラスに参戦。愛犬、パフェコを伴い、2010年、ロイ受賞。参戦翌年の2011年は、シリーズランキングトップ5にノミネートされ、ミップ受賞。2011から2012年、愛犬、フブキを伴い、ハイスコアランキング1位 T。その他、クラブ団体による、最速走行タイムを競う。 スピード競技では、愛犬、ヒョウマ、ウィペット犬種が3年連続ウィナーとなっている。正規のプレッシャーバトルと称された長岡、スーパードッグコンペティション、年間王座最強決定戦、2016G1、長岡スーパーバトルでは、開催事前より愛好家たちの間で異例の盛り上がりを見せ、シリーズ年間王座をかけた、ハイプレッシャーハイスコア試合となった。最終決戦は、 未だかつてない試合、歴史に残る名勝負として愛犬形から評されている。最終決戦は全国各地からエントリーした競合チームによるハイスコア記録の更新が続出。決勝最終組で登場した伊藤のスコアに王座の行方が委ねられた。伊藤は愛犬者同号と党大会最高得点を叩き出し、最終決戦を制して優勝。 2015から2016年シリーズ日本一に輝き第14代ナショナルチャンピオンとなる。競技主催団体より MVP も受賞している。長年に及ぶ動物行動学の研究を外する行動分析理論はロジカルパターンメソッドと言われ、動物行動学をベースに漁獲口を向上させるフィッシング製品開発やドッグトレーニングケアメソッド等に応用されている。 狩猟行為によって、成果を得る、プロアングラーとしての日常とは対極にある、水辺環境保全活動、植栽ボランティア、日本在来魚種保護活動、保護犬サポートなども行っている。メンタルアティチュードにも造形が深く、伊藤の著書、奇種物心にも自身の生き様が綴られ、親友のソリ町隆が書評している。2013年、 静岡県浜松市より、浜松市の魅力をアピールする浜松市新前大使、やらまいか大使として、東急百貨店社長の二京千尋、声楽家の本田厚美、長唄三味線演奏家の木ネヤ・ク和と共に、伊藤が任命された。伊藤への大使移植式は、浜松市長室で行われ、その模様が中日新聞、静岡新聞に掲載されている。2018年、 浜松市産業部観光、シティプロモーション課による浜松市のウォーターマリンスポーツ分野を地域資源として促進するビーチマリンスポーツ協議会のメンバーとして活動。VHSDVD 書籍ゲーム。ありがとうございます。